たかが身長されど身長、何としてでも身長を伸ばしたい、そこほどあなたへ。最大のライバルは自分自身。身長は伸びるんじゃない、伸ばすんだ。遺伝子に屈するか、遺伝子に打ち勝つか。2021年8月、ついにこの時がやってきた。全身全霊無料最終身長予測、始まります。身長美容医師学科学生整形外科専門医、身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。超気合入りまくりのオープニング、皆さんいかがだったでしょうかね。本当にね、もう私がもうめちゃくちゃ気合入ってるというかですね、もう、ね、気合入れないと無理。前回のですね、ご相談動画ですね、もう YouTuber たちは皆さんに、ね、ご報告やったように、私だけ一人だけご相談ってことで、ね、ご相談させていただきました。その結果、なんとですね、コメント欄の方にですね、コメントいただいたのが現時点で確認できるだけでも300件以上ということですね。300件いただいたら、ね、無料最終身長予測ねやりますと私言いましたので、やります、やらせていただきます、何としてでもやりますってことで、ね、もうやりますよこれはね。もう一言で言うと、でもめちゃくちゃ辛いし、ほんと疲れる。だから皆さんもね、その点をね十分ねご理解いただいてね、もうぜひぜひね応援の言葉お待ちしております。私はね勇気づけてくれっていうところがちょっと本音になります。まあそんな中でもね、やるって言った以上はですね、もう全身全霊でもうね無料最終身長ですよね、もう楽しくやっちゃおうってことで、お祭り騒ぎでねやりますので、皆さんもねぜひご参加ください。前回ですね、ちょっと LINE を使ってやろうかなと思ったんですけども、ちょっとやっぱり煩雑さが増すので、やはりここはシンプルに今まで通りと同じで YouTube を使ってね、このコメント欄を使って皆さんの最終身長が何センチになるかズバリ予測します。20歳以上の方だと、まあ、ほとんどで、今の身長が最終身長でしょみたいなねコメントになってしまうんですけど、別に特に年齢制限設けませんので、自分の身長が将来何センチなのか、最終的な身長何センチなのかね、もう気になる人も全員応募してください。500名1000名でもね全身全霊でもう答えますので、ぜひ皆さんのねコメントお待ちしております。ということで、やり方について説明していきたいと思います。1から8までのですね項目、今からお伝えしますので、そちらの項目をですねコメント欄の方に記載お願いします。そして、ね、項目 を見て、私の方で、コメント欄を使用してですね、バシバシね最終身長ね返信していきますので、よろしくお願いします。必ず記載してほしいところってことは、まず一つ目ですね、チャンネル登録しましたってことでですね、もう本当にこれがね一番大事。無料最終身長予測、先ほどお伝えしました、私めちゃくちゃ疲れます、私めちゃくちゃ疲れます。なのでもう本当にこれだけお願いします。チャンネル登録お願いします。もうチャンネル登録してほしいんですよ本当にね。なんで無料最終身長予測するかっていうと、開業して1年間無事過ごすことができたのは本当にね、チャンネル登録者さんのおかげなんですよね。全身全霊でねこのクリニックやってるわけなんですけれども、皆さんのエネルギーいただいて一歩一歩です。というわけで、そういったね、まあ、方が1名でも増えてくると、やっぱり私は嬉しい。コメント欄の一番にですね、チャンネル登録しましたということで、実際にね、もう嘘偽りなくチャンネル登録してください。まあ、そこはね、信頼関係で成り立っております。もう何か確認する方法があるわけでもないですから、もう皆さんの善意に任せますので、チャンネル登録お願いしますというところで、次2番目に書いてほしい項目としては、過去にですね、もうすでにまあ無料最終身長予測何度かやっておりますので、まあ、すでに最終身長をね、私から予測を受けた方に関して言うと、まあ、過去の最終身長予測のデータをね、そちらの方2番目に記載してください。そして3番目が性別ですね。当然なんですけどね、男性なのか女性なのかね、もう全然結果違ってきますからね、そこをしっかり書いてください。そして4番がここ大事ですね、現在の年齢と身長ってことで、ここねもうめちゃくちゃ注意してほしい。もうねここをね持ち寄っちゃうけども、過去にもね何回もお伝えしてるんだけども、何歳何ヶ月何歳しか、もうここめちゃくちゃ大事。いつもお伝えしてる通りなんだけども、14歳って言っても14歳0ヶ月なのか14歳11ヶ月なのかでも全然ですね、そのね最終予測変わってきますので、もう何歳何ヶ月なのか月齢までしっかりね記載してください。で次は5番目ってことで、過去の年齢および身長ってことで、もうここはねできるだけ多く書いてください。もうデータ多ければ多いほどいいですの でこちらも当然なんですけども、何歳何ヶ月何センチかで書いてくださいよ。よくあるあるのパターン、中3の時に何センチでしたみたいな、中3がですね何歳なのかもそこで1年ぐらい幅がありますので、必ず何歳何ヶ月何センチかで書いてくださいよ。中3で何センチとか、そういう風に記載してある方だと予測精度一気に落ちますし、それね、まあ計算して私の方で換算することもできなくはないんですけども、量が多いっていうところもあるので、必ず何歳何ヶ月何センチか歌のように覚えてください。何歳何ヶ月何センチみたいなね、ちょっと全然歌になってないけど、まあいいでしょう。次6番目ってことで、両親の身長ってことは、お父様とねお母様の身長を記載してください。もし分かる方いらっしゃったらですね、身長先生のチャンネル上級者結構たくさんいらっしゃると思います。遺伝身長計算できる方で、ね、そこに遺伝身長書いちゃってください。もし分からなければお父さんとお母さんの身長そこに書いてください。次7番目がですね、早熟なのか晩熟なのか、明ら
かに早熟って人は早熟って書いていただいて、明らかに晩熟って人は晩熟って書いてください。もしわからない人はですね、可能であればですけども、男性であればですね、声変わりをした年齢や、おちんちんだけね、陰毛が生えた年齢とか、あと女性であればですね、まあ、お胸が膨らんできた時期、もしくは初潮の年齢とかね、そういったのを書いていただけると助かります。ただね、ここら辺はね、ちょっと、ね、恥ずかしいよって人もいらっしゃると思うので、そういった人はね、もし書かなくていいです。もうこれ無料版ですよね。無料で最終身長予測してるわけですから、精度よりも皆さんと楽しんでいただく、もしくは身長のことをね、考えていただくきっかけをね、作っているようなところになりますので、まあ、恥ずかしいよってことで書かなくていいです。まあ、もし分かれば、そういったところをね、記載していただくと、より精度が上がりますという意味になります。そして8番目。ここめちゃくちゃ大事。もうめちゃくちゃ大事。繰り返しよ。もうめちゃくちゃ大事なポイント。で、何かというと、身長に対する熱い思い。そして、身長先生への応援のメッセージください。自分からのもなんだけどね、繰り返しお伝えするけどね、もう今回の無料最終身長予測ね、人生で最後かもしれない。もうね、もうこれ以上やんないかも。もう本当めちゃくちゃ疲れるから。だけど、もう本当今回はやります。ということで、本当にね、もしよろしければね、私の応援のメッセージとかですね、身長はどうして伸ばしたいのかなとかですね、そこも結構私、興味あります。身長が高い、低いっていうのは本当にですね、これ本当面白いところなんですけど、別に病気でもないですし、何かそれでどうこうってことはですね、直接的な因果関係はないにもかかわらず、身長ですね、もう何としても伸ばしたいっていう方、本当に多いんですね。で、私自身もね、もっと身長高かったらなって、本当によく思います。皆さんがどういった理由でですね、身長伸ばしたいのか、身長先生のこの YouTube のチャンネルの中に、皆さんの身長に対するね、この思い、情熱、それをですね、もうギュッと凝縮して爆発させたい。もう僕はね、そういった人生を送りたい。だからもう皆さんのその強い思いをですね、ぜひコメント欄に記載していただいて、もうコメント欄をですね、身長に対する情熱の嵐で埋めましょう。もうやりましょう。ということで、それお願いします。もう一回復習しましょう。1番チャンネル登録、2番は過去に予測されていれば最終身長予測のですね、数字、3番目性別、4番目は現在の年齢、月齢までね、しっかり記載するようにお願いしますよ。と、あと身長と、5番目が過去の年齢、身長と、ここは必ず月齢ね、何歳、何ヶ月、何センチまでお願いしますよ。そして6番目が両親の身長、そして7番目が思春期症状が、まあ、早熟なのか晩熟なのか、もし分かれば記載してください。そして8番目がですね、身長先生の応援メッセージや身長に対する熱い思いをね、ぜひお待ちしております。ということで、今回のね、このね、無料最終身長予測をね、開催したいと思います。さあ待ってんぞ。締め切り日時は概要欄の方にね、記載しておりますのでね、それではお待ちしております。身長ビヨーン。